はい、武蔵ドリームチャンネル。はい、ということですね。はい、今日もぴったりでございますが、はい、この縦打ちの基本ですね、2つ目、バチさばきというのをやっていきます。はい、バチさばきです。バチさばき。これはね、教材順番になってますんで、はい、やはりこの和太鼓と全身を使っていくんですね。足も使って、腕も使って、声も出して、表情も、はい、いろんなところを使って大変なんですが、まあ、一つずつですね、順を追って、使える、動かすパートを増やしていくというような、流れになってます。はい。で、この二つ目のバチさばきでは、まあ、この手のひらの形、そして手のひら、そうですね、あと指っていうところを使っていきます。はい。あと、まあ、腕もこう使って、ちょっと使っていきますが、まあ、手を中心ですね、使っていきます。っていうですね。はい。で、このバチさばきというのは、三つタイプがあります。バチさばきですね。一つ目は、抜き手のバチさばき、はい、抜き手ですね。抜き手というのは、まあ、こういうこう、そう、人差し指を出してですね、第一関節にこうバチが絡んでいくという状態ですね。で、正面から見たときに、こう抜き手になったときにここにこう空洞ができるんですね。これが、まあ、この滑走路というかですね、こうバチのしなる遊びになるんですね。軌道ですね、になります。で、まあ、バチをこう抜いてですね、力を抜いてバチがしなるように回転脂肪を作ってあげるわけですね。で、この抜き手のバチさばきですね。まずこの。で、バチが、こうしなっていくときですね。バチさばきというのはこうバチがこうしなっていくわけですが、このときに、重要なポイントが、まあ、2つ、力をですね、2つ使っていきます。で、1つ目の力はですね、慣性の法則というやつですね。はい。まあ、この腕が上がるとバチは下がり、はい、で、腕が下がるとバチは上がるという慣性の法則ですね。あの電車なんか乗っててこう急に電車とドーッとドーッとこうなりますね。電車は止まるんですが、自分はこう投げ出されると、はい、こういう力が働くわけですね。慣性の法則、はい、まあ、理科とかで習いましたね、はい、これを使っていくわけですが、はい、でもう一つですね、テコの原理、これを使っていきます。で、テコの原理は、まあ、このバチのこう支えているところが、まあ、支点と、で、このバチがしなっていくところがこう力点と、あ、作用点ですね、作用点。そして、この、まあ、腕とか手首とかが、力点になるわけですが、まあ、力点はですね、この手この棒が長ければ長いほどその力はこう大きく、小さい力で大きな力を生み出すことができるわけですね。なので、この手首ですと、まあ、短いですね。この棒が力点が短い、近いですね。で、まあ、腕、まあ、ちょっとで、この二の腕ですね、二の腕が、一番ですね、この力点としては、まあ、もっと言えば腕の根元とかのですね、力点としては小さい力でより大きな力を生み出すことができるわけですね。なので、このバチにバチがしなるという動きを働かせるためには、この慣性の法則とテコの原理というのを使っています。で、腕を上げます。腕を上げて、で、この腕ちょっとこう下がる、まあ、動かすとですね、こうバチがこうふにゃっと動いてくるんですね。で、これをでこの手首とかではなく、こう腕の方をですね、あの金魚運動みたいなやつですね。そう、一番わかりやすいのはあのボールペンですよ。やりましたね。今リアルにやってる方もあのそういうこういうこうにゃ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 と、そうしなるやつですね。そう、こういうやつなんですよ。丸まくらいですけど、これをこのバチに働かせるわけですね。そうすると、あの、まあ、この通気性が良くなるわけですね。そう、まあ、握ったままだと、まあ、どうしても豆ができやすくなったりとかですね。あと、まあ、見た目的にも硬くなるんですね。で、やはりこの世で一番最強の力っていうのはスピードなわけですね。そう、このスピードを生むためには、この遊びがないとですね、バチがこう早く回転しないわけですね。これ握ったままだと、まあ、この物質が動く時の力がですね、このしなり慣性の法則とテコの原理が一緒にこう合わせて使った時に、このバチに対してね、握ったままとこうバチがこう全部見えるんですが、回転していくとね、シュッとこう正面から見たのとか一回こうバチが消えたりするんですね。こういう働きをさせて、できるだけ体に負担がなくですね、で、音もまあクリアになっていくようにしていくというところですね。そのためにこのバチさばきというのは非常に重要なポイントです。重要です。重要です。はい。なので、この腕をですね、最初なかなかうまくしなってくれませんが、まあ、ちょっとね、こうやってると、あ、動いた、動いたと、だんだん動いていきますね。はい、動いたときはもう感動ですよ。ここですね、腕を使ってこう動かしていきますね。腕の根元をこうちょっとこうピクッと、あ、そういいですね、そうピクッと、はい、こう動いたとき嬉しいですね、はい、こうバチがしなと、これバチのしなり、
そうそうです。パチのしないでパチさばきですね。はい、でこれが、抜き手という指の、手のひらの形ですね。でやるのが一つ目、抜き手のパチさばき。そして二つ目、握り手ですね。握り手。これはもうじゃんけんグーと。じゃんけんグー。グーですね。はい。さっきのちょっと田舎チョキって言ったりする地方もありますが。抜き手、抜き手の時抜き手、抜き手の形。で、握り手はグーです。グー。グーですね。で、グーですが、まあ、グーのままだとこうバチがしならないんですよ。まあ当然ですね。で、このしならせるためには、この小指の方ですね。はい。こうしなり手。という状態ですね。バチがこうしなりします。しなる。握ったままとバチがしならないんで、この小指側ですね。で、このバチがですね、腕と、まあ、大体こう平行になるようですね。最初。できるだけ、可動域を広めた方がいいんですね。だからこれぐらいしなるのと、まあ、できるだけ最初はたくさんしなっていくように、こうバチと腕が平行にですね、腕ですね、そう、腕とバチが平行になるようにしなるようにやっていきます。これも最初なかなかこううまくしなってくれませんが、そうです。やってるうちにこうだんだんですね、自転車と同じですよ。そう、最初はなかなかこうペダルを、ね、バランスを取るのは難しいですね。このバチがこうローリングしちゃったりしてですね、するわけですが。これがバチがこうローリングしないようにですね、バチをこうしならせています。で、できるだけ、まあ、こういうふうにね、こうバチが、まあ、これバチ回しとかね、するときはこう、回転、ローリングさせていくんですが、こうしならないようにですね、しならないようにこうやっています。で、手のひらをね、握りしめずにこう遊びを作って、バチがしないようにしています。こういう形ですね。はい。で、これが握り手のバチさばきですね。そして3つ目はいよいよこの抜き手と、握り手をですね、連動させていきます。そう、抜き手からのこう握り手と、抜き手からの握り手と、最初こう抜き手です、抜き手から、そうなんで、このバチのしなりっていうのを知ってますね。この人差し指の付け根からこううわっとこうしなってですね、ここまで来るんですね。こうしなって、でそこからこうこうグイ、最終的にはグイだと。人差し指のこの付け根からここからスタートして、そうなんですね、スタートしてうわーっと失って、そうそう、この形超ウルトラスローですよ。なんとかストロボカメラみたいな、そういう、はい、こういう動きをするね。でこの同時再生、こう失ってこうなるね。で最終的に打った時にこの握り手の形に、まあ、ドンって打つ時はなるようにします。でコツコツとこのバチの先端のですね、先っちょで打つ時はこの抜き手のまま打ったですね、まあ、ちょっとこう音を強くした時は腕を上げて、このままこうドンと打ったします、はい、これはまああと4の時ですね、構えっていうところで打ち方は、まあ、詳しく説明していきますが、ここではこのバチさばきというですね、バチさばき、はい、でこれ一つ注意しないといけないのが、これ今カチバチでやってますが、で私たちは、ね、このバチのしなりっていうところが、まあ、ある程度つかめてるからですね、まあ、検証になったりすることがあるんですが、うん、重たいバチですね、いきなりこう練習したりすると、使い方がわからない状態にするとちょっと手首をねこう痛めたりする人もいますので、そのあたりは、まあ、何かこうバチさばきをするときは本当は打った方がいいですね、ドーンと物を打った方がいいです。で今はこのバチのしなりと動きをですね、ちょっと分かりやすく説明するためにですね、バチだけやってますが、はい、まあ、通常ね、あんまりやらない方がいいです。そうですね、これだけではね、そうですね、はい、まあ、この手のひらでこうバチをしならせたりするっていうところですね。あと腕のこのあれですね、この慣性の法則も動きの練習とかはこうすると言ってます。そうですね、バチ持たないでやった方がいいかもしれない。そう、まあ、やはりこの腕立てとかですね、体力をつけるっていうところも、まあ、演奏を乗り切ったりするときは重要ですが、やっぱりこの体をね、柔軟に使えるっていうところも一つのポイントですので、こういうところですね、腕の使い方っていうところをやってみるといいと思います。はい、ということですね。はい、はい、では、このバチさばきというように説明していきました。いきました、はい、次回は何でしょうか。次回は、ドン、いよいよ太鼓を使ってですね、ドン、いよいよ、そう、いよいよですね、ドンって打つかと、もう太鼓を打つとなるとね、まあ、ドンっていう音が鳴らないとちょっともやっとします。そうですね、そのドンっていう音を鳴らすためのポイントっていうところをご紹介していきたい。